担当海洋政策担当大臣の会見でございます。よろしくお願いします。お願いいたします。この度内閣府の特命担当大臣を拝命しました山本一太でございます。私は安倍内閣が、安定した長期政権になるということが日本の国益だというふうに確信を、しております。逆に言うとこの安倍総理の2度目の、チャレンジ挑戦が万が一、頓挫するようなことになると日本自体が終わってしまうと、そういう危機感と緊張感を持って安倍内閣の一員として与えられた仕事に全精力を注いでまいりたいと、こんなふうに決意をしております。総理から与えられた私の担当ですが、沖縄および北方対策、科学技術政策、宇宙政策、IT 政策、海洋政策、領土問題担当と多岐にわたるわけなんですが、それぞれ短くご説明といいますか、方針についてお話をしたいと思います。まず沖縄ですが、これはもう沖縄については、この3月に成立した沖縄振興の法律に基づいて、沖縄が抱えるさまざまな特別な諸事情を踏まえた沖縄振興、これにとにかく全力を尽くすと、こういうことに尽きるというふうに思います。また、米軍基地問題については、県民の皆様の思いを受け止めながら、関係閣僚とよく連携をして最善を尽くしていきたいと、こんなふうに考えています。北方領土問題については、これは4島の早期返還を目指し、国民世論啓発の強化とか、あるいは交流事業、元島民の方々への援護等を通じて、返還に向けた環境整備に積極的に取り組んでいくということになると思います。続いて科学技術分野ですけれども、これは総理の方からも何度もお話がありましたけれども、今後の社会経済をさらに発展させるためには、させていくためには、やはり科学技術、イノベーションによる新たな地の資源の創出が不可欠だと、それは特にこの資源の少ない我が国にとっては重要だというふうに認識をしています。そのために科学技術、イノベーション政策の強力な推進力となる司令塔機能を強化して、第4期の科学技術基本計画に示された重要政策を着実に具現化をして、国家戦略としての科学技術イノベーション推進の国づくりを進めたいと思っております。さらに宇宙、開発利用政策ですけれども、これは宇宙基本法の理念を踏まえて、内閣府の宇宙戦略室の、司令塔機能を最大限活用してですね、宇宙政策の推進に積極的に取り組んでいきたいということでございます。今後は研究開発の重視という流れから、利用や競争力強化と、他の国に依存しないで宇宙を利用するための自立性の確保を基本的な方針として、宇宙政策を国家戦略および成長戦略として推進をしてまいりたいと思います。続けて情報通信技術 IT 政策ですが、これ IT 基本法がありますので、これにのっとって総理をヘッドとする IT 戦略本部を中心にして、これを活性化してほしいというふうに総理からも言われてますので、政府全体として効率的、効果的に政策を推進していきたいと思います。さらに電子行政、これは政府、CIO、チーフインフォメーションオフィサーの権限等を、これを法定化すると、この政府の CEO を中心に、政府情報システムの改革、あるいは我が国のこの経済活性化にですね、この CIO が貢献するような、その電子行政の取り組みというものをしっかりと推進をしてまいりたいと思います。そして、海洋政策ということですけれども、これは海洋が我が国の国土と経済社会の存立基盤であるという認識の下で、海上における主権を確保すると、同時に治安と安全を守り、海洋権益の保全、海洋資源の開発および利用を進めると。ということで、海洋国家としての総合的な取り組みを強化していくことが重要だということで、これは関係省庁、関係閣僚と連携をしながら、最善を尽くしてまいりたいと思います。極めて重要な政策課題ですので、身の引き締まる思いでございます。先ほど申し上げましたが、安倍内閣の一員として精一杯務めさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上です。何かご質問があればどうぞ。北海道新聞の平田です。はい。北方領土問題についてお聞きしたいんですけれども、はい、民主党政権下でロシアのメドベージェフ氏が
大統領首相としてそれぞれ2度、北方領土を訪問されて実効支配の強化というのは指示されていますけれども、はい、この点についての受け止めをお聞きしたいのが1点と、はい、北方領土も、返還に向けてなんですけど、先ほども言及ありましたけれども、具体的にどのように進めていくお考えか、この2点についてお願いします。はい、まず私 の、 北方対策の役目としてはですね、あくまでこの外交の後押しをする環境整備だということで、そういう観点からいろんな施策をやり、外務省等々と連携をして進めていきたいというふうに思っています。で、北方領土の問題については、これはもう先ほども申し上げたとおり、4党の早期返還を目指して、国民世論啓発の強化、交流事業、元島民の方々への援護等、環境整備に積極的に取り組んでいくと、もうこのことに尽きるというふうに思っています。もう一方でお願いします。どうぞ。前の参院長審議会で、はい、領土問題も担当されると思いますが、はい、そのことの指示がどういうことがあったかということと、あと所管組織を作るということは、自民党の政権 の、 政策集に、書いてあると思いますが、これについて所管の、大臣として、はい、北方領土問題についてのその組織の話ですが、これはまあ政策集に書いてあるということなんで、これもよくちょっと関係省庁、総理等々とも相談をしながら進めていきたいと思います。その前の質問なんでしょう、ごめんなさい。領土問題ですね。はい、これはですね、新しく与えられた職務なので、少し関係閣僚、関係省庁とどういう、なんていうんですか、役割分担になるのかということも含めて、ちょっとこれはきちっと協議をして進めていきたいというふうに思っています。では以上をもちまして、山本大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。